ここですね。ね、ちょっとお金もらえちゃう。いいですよね。と思いますが、はい、はい、以上です。はい、どうも。の部屋がやってまいりました。恵美子社長に質問したい人。はい。あ、恵美子さん。石橋を叩いて渡るっていうことわざっていうかがあるんですけども、その石橋を叩いて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 、ちょっと壊れるぐらい叩いて渡る人と。ポンと叩くだけで渡る人と見たり、ポンと叩いて渡り始めてから、あれここ割れてると思って慌てて直しながら進んでいくタイプだと思うんですけど、その思考の違いって何でしょうかね。だいたい石橋を叩いて渡らなくていいんですね。渡りながら考えればいいのね。で、怒った時は怒ったことを考えればいいのね。で、そんなおこじりって言ったって、あなたにとっての学び、修行はね、神計らいは来るだけで。で、普通の人は心配なこと、恐れがあるから叩いて叩いて割っちゃう。だから、大丈夫を言ってれば、大丈夫大丈夫大丈夫言ってれば、渡れちゃう。じゃあ、英子さんので正解です。あ、すごい。大体私たちお買い物の石橋なんて叩いたことはないですね。最近また筋トレに目覚めてる、はい、ボディメイクってやつをやってるんですけど、ちょっと筋トレとランニングと体脂肪を落とすのに疲れてしまって、もっと楽に体脂肪を落とす方法ありませんか。はい、食べないことです。え、それはそうですよ。だってカロリーオーバーってことは食べてるんだよね、はいはい。で、運動性ということは食べたものに対してエネルギーを燃やしてるだけだから、まあどっちかっていうと食べないで軽く運動すればいいんじゃないですか。それでストレス溜まっちゃいけないので、自分の中でできることでやったらいいと思う。サプリ的にはなんかね、これじゃあこれ体脂肪燃やすのにこれいいんじゃないみたいな。あ、やっぱりめっちゃ若もいいし、それから食べるのを抑えるのは浄化オジルがいいですよね。浄化汁とめちゃ若の方がいいです。はい、あとはスゴヘイを飲んで元気になってエネルギーを使いましょう。はい、以上です。ありがとうございます。恵美子さんと一人のおかげですごいすごいハッピーになって、なんだろう、経済的にもすごい幸せなんですよ。で、も昔から加藤さんに言ってるんですけど、欲がなくなっちゃったんですよ。すごい満たされちゃって、それが悩みなんです。やっぱり自分の本当にね、楽しいこと一分一秒楽しいこと考え始めたら、また自分にとっての正しい欲が出てくると思いますね。世間的理由欲は到達したんだと思うんだよね。だけど自分の本能の欲っていうのはあるんだよね。そこは眠れてますね。まだ眠れるね、指針だと思いますね。だから本当に楽しいこと、いよいよもって今世で本当に楽しいことを探す旅が始まるんですね。質問は、好きな人に好きになってもらうにはどうしたらいいですか。やっぱりね、さっきの妄想するしかないですね。まあ、犯罪にならないというのは、そしたら楽しくなって、若くしないあなたが魅力的になるんだよ。だって若く楽しそうにしてるってさ、自虐嫌な人でしょ。そうすると魅力的になるんだって。笑顔もいっぱい出る、話す言葉もね、天国とかいっぱい出てくる。そしたらね、それとほっとくわけありません。で、もしその人がそうじゃなくて別な人が出てくる場合も、別な人が出てくる場合がありますね。もっと面白く出てくる場合がありますね。ということで、よしよしだったら大丈夫ですよ。あなたの魅力的だからね。はい、大
10年前ぐらいから夜のお仕事をしたらいいんじゃないですかってすごいずっと言われ続けて で今もお客さん来るんですけど、その仕事ってすごい言われることが多くって、したらいいんじゃないとかで、まあ、実際お酒飲んでるとか、お酒も好きだし飲めるし、外からのその声が多くて、したらいいのか、あ、自分はどうなの？お酒は、まあ、好きなんですよ。で、楽しくやるの。で、いいんじゃないかな。向いてそうだよね、本当に。だって、すごくこれって、自分もお酒タダで飲めるし、そしてお客さんを喜ばせてあげて、ね、テンション上がって、相手に、人助けをするわけでしょ。それでさ、なんか今なんかさ、浮気しちゃいけないだとかさ、いろんなこと言って、女性と、なんかね、男性のそういう問題がいっぱいあるけれどもね、もうそういうの好きなんだからね、から皆さんね。だから、やっぱりそういうところは堂々とできる場所だよね。だから、だそういう話ができる場所はあったっていいよね。あ、だからそこの、みのりちゃんの店がそういう話ばっかりかって、そうではない。でも、色恋ずっとの空気はあっていいんじゃないかなって。じゃあみのりさんなら素敵なそういう空間を作れそうだと思いますよ。やっぱりそこにいろんな魅力的な話をしたりいろんなことしてね、もうモテモテになっちゃうと思うからね。だからお酒飲めた方がいい、お金稼ぐって秋よ、ね、で自分がなんか体の体力が持ちそうなのね、やったらいいんじゃないかなと思う、うん、そしたらおしゃれするのも張り合いが違うの。以上です。はい、はい、どうもマイナスのエネルギーをぶつけられて体調を崩してしまうことが最近あるんだけど、どうすれば元気になりますか？はい、はい、ファンタジービームをやればいい。ファンタジービーム、うん、そうですね。なぜかったらエネルギー受けやすいんだよね、みんなね、うん、だからこそ自分にエネルギーを入れて人にやってあげるんだけど、エネルギー高くなっちゃえば大丈夫ですからね、うん、やっぱり低いからやれちゃうから、やっぱりその跳ね返す剣があるんだからね、うん、そう、剣がある。だからそれでやってあげるといいですね。で、そんなに負けないあなたは本当は強さを持ってるんです。だからあなたがいいエネルギーを充電して送る、うん、そうです。はい、よろしいですか？はい、ありがとうございます。大丈夫ですよ、あなた。